はい、皆さんこんにちは、井ノ口洋です。今日はですね、釣り YouTuber さんだったり、まあ一人で、釣りの撮影を撮影したり、する方に、非常におすすめしたいカメラをご紹介したいと思います。それがですね、まあ、ソニーさんの AX60 になります。実際僕も撮影で、非常に、毎回使わせてもらってるんですけども、こちらですね、はい、4K に対応してまして、ハンディカム、特有の、空間光学手ブレ補正というものがついていますので、手ブレに関してももう全く問題なく使うことができます。バッテリーの、稼働時間に関してもですね、まあ2つ、まあ3つあれば最高ですね。はい、3つあればもう本当に12時間以上撮影することができますので、非常にこうバッテリーの持ちもいいですし、熱に対してもすごく強いので、例えばこう GoPro と比較すると、メリットデメリットっていうのは出てくると思います。はい、でも GoPro ってやっぱ使われている方は分かると思うんですけども、熱にすごく弱いんですよね。使っているとピピピってこう止まったりすると思うんですけども、まあ、このハンディカメラに関しては全くそういった、部分も解消してくれますし、一眼レフっていうのはまあ解像度ですよね。本当に高画質に撮影できるっていう部分では劣るんですけども、一眼レフもねやっぱり熱に弱いっていう部分が、カメラによってはあります。はい、なのでその中間機としては、まあ、非常に便利なカメラですので、実際僕も本当に撮影で使わせてもらってます。はい、4K も撮影できますし、また 4K 撮影も、GoPro とか一眼レフと違って、撮影時間というのは、まあ、バッテリーの大きさにもよるんですけど、僕が使っているバッテリーで 4K で撮影する、連続撮影時間というのは、まあ、4、5時間は撮影することができます。はい、なかなか5時間ぐらい 4K を撮り続けるって非常にこう重たいんですけども、そういった部分も、難なく使いこなせるカメラですね。で、やっぱりね、釣り YouTuber さんとか、まあ、GoPro を使う、ほぼほぼ GoPro を使われている方が多いと思うんですよね。やっぱり小型であって、こういったアタッチメントがたくさんあって、こうボディにつけたり首にぶら下げたり、すごくこうなんですかね、アクティブな条件でも撮影できるっていうのはすごく、まあ、そのあたりに関しては、まあ、一番、優れてるっていうカメラになると思うんですけど、GoPro の映像ってね、まあ、どんどんこう、まあ、今僕からするとですね、画角もずっと一緒ですし、映像に変化が、あまりない、で、まあ、個人的にはですよ、個人的にはやっぱ飽きるんですよね。はい、そういった意味で違う、なんていうんですかね、バリエーションを増やすためにすごくね、映像にバリエーションを含むことができるので、すごくね、いいと思います。まあ、このカメラのいいところ、まあ、ズームですよね。GoPro にはない、まあ、ズーム機能があるので、例えばこう手元の巻いてるシーンだったり顔のアップだったりを、まあ、一人でもね、撮ることができますし、こういった三脚とかを立てて、バリアングルモニターがついてるんで、自分が何ですか、撮りたい場所っていうのをきっちり確認して、まあ、ズームして自分の、そういった映したい部分に合わせて撮るっていう、こういった感じでですね、よりで撮影したりすることもできますし、そういった部分でこう映像作りですごくこうバリエーションが増える、機材になると思います。はい、ちょっとね、ちなみにこれ僕本当に撮影時もよく使っていてですね、まあ、ほぼメインで使ってるかもしれないですね。はい、まあ、一眼レフとか、まあ、GoPro も使えますけど、やっぱりヒットシーンを逃さないっていう上でこう熱で止まったりね、こう煩わしい、ことをこうやっぱりこう入れたくなくて、ただただもう撮り続けることができるっていう部分で、まあ、非常に優秀なカメラですので、まあ、これを、
まあ、サンプルがあるんで、まあ、実際にこう見てもらえたらと思います。まあ、こんな感じでですね、非常にボケてくれて、まあ、GoPro と比較してこのカメラにいいところはボケが作れるということなんですよね。 GoPro って、ボケがないじゃないですか、比較的まあ基準として広角な、レンズで撮影して、まあ、ボケを作るっていうのは、まあ、ズームもできないですし、ボケを作るっていうのは非常に難しいんですけど、このハンディカムはこんな感じで本当に綺麗なボケを作ることができるんで、 4K で撮影したら普通に綺麗に撮影することができるので、まあ、価格的にはね10万円前後するんですけど、まあ、これは本当に熱にも強いしすごく使えるので、まあ、ちょっと映像のバリエーションとしてこういうものをこういった映像を加えていきたいなって思う方は、使ってみてのもいいかと思います。結果として、まあ、GoPro、まあ、一眼レフの、まあ、間を埋めるようなカメラ、だと思いますので、ぜひYouTube の制作とかで、そういった、まあ、ちょっと映像にこだわっていきたいなっていう方は、おすすめしたいカメラになります。はい、でも本当にね、レンズ交換とかもいちいちしなくていいですし、これだけでこういったボケも作れたりして、非常に、いいと思いますので、参考にしてもらえたらと思います。まあ、釣りだったり動画の、まあ、カメラ編集、まあ、そういった部分でも、いろいろこう参考になるような、お話をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、また